みなさんこんにちは、チャンネル5のゆうかです。ゆうかちゃん、合格祝い届いたんだけど、欲しい？欲しいよ。欲しくない？お祝い欲しくない人なんているのかな。まあそうだけど。じゃあ、ゆうかちゃんと約束してた合格祝い、第一希望の特待生合格をしたら買ってあげるって言ってた合格祝いが届きました。イエーイ。すみません、最初さ、算数が5問かけなかったから、もらえないかなって思ってた。あ、もう無理だって思ってたんだよ。そしたらね、特待合格してたんです。すごくない？問題がすっごい難しかったんだって、先生曰く。理科とか？うん、今年は。下手すると難しかったんですよって言ってた。どうしましょう、これ。開かないですね。ずっと欲しいって言ってたやつね。いいなぁ、ママも買いたいな。いいでしょう。ママまだセブンなんだよね。親よりいいスマホ持つ。いきます。おお、待って、落ちそう。冷たっ。これどうするの？これどうするの？あ、イヤホンついてんじゃん。うん、よかったね。え、これ何？シール？そう、シール。ステッカーがついてるんだよ、必ず。そうなんだ。iPad も？それ開けてみて。はい。いやー、フーモバイル？うん。それはちょっとママがやろうかな。うん、当たり前だよ。ゆうかちゃんのスマホは、アップルストアで買った SIM フリーの iPhone に Y モバイルを今から設定します。今から？はい、今からちょっと Y モバイルの方設定していきたいと思います。初めてなのでよくわかんないです。頑張ります。頑張りて、これは頑張ってください。見て、あったね。そう、これのね、あのシールが入ってた中に、この iPhone のこのアップルのシールと SIM ピンと入ってた。ワイモバイルの設定をしたんですけど、今もう夜の11時前なので、え、申し込み受付中で明日開通してから SIM カードを入れて設定することになるのかな。だから今日はちょっと使えないね。ちなみにゆうかちゃんが、今回入ったのはね、ワイモバイルのこのね、ワイモバ学割に入りました。Mプランに入ってよくわかんないけど、学割プランだから普通の大人たちよりも安いプランです。はい、やったね。うん、もうママがあのセッティングしとく。あっ、うん、帰ってきたら使える状態、うん、使える状態。ゆうかちゃんの携帯の設定が無事に終わって今日から使えるようになりました。オッケー、変わった。ほら、これ待ち受け、あれ友達と撮った写真でした。今日遊びに来て、うん、それで、待ち受け撮った。嬉しくて仕方がありませんね。ゲームやらせて。携帯ゲットだぜ。Thank you.